世界の剣だから。今年どうだろう、 PGR トップ10入るのかな。いや入る入る、絶対入る、絶対入る、ね、入んなかったらシステムとしておかしいだよね。もうトップ10に確定だからな、普通に7、8ぐらいじゃない。そうだよね、行くよね、実力的にそんなもんでしょ。なかなか見たことない注目のカードだな。シュルク、シュルク来たー。いやー、小梅君がこの舞台でここまで来るのはなかなかないから、皆様ゼノブレード2やりましょう、やりましょう、めっちゃおもろいっす。ちなみに僕一勝、いや、それ雑魚ですね。これもですね、これも、これは取れも、これは取れます、これもなんで一章が、まあでもね、一章がまず面白いから、ね、一章のどの辺、一章っていうか、僕、あれですね、ミアと合流したところらへん、でも村にたどり着いたところで、はい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 、終わってます。なるほど、 RPG できない人いや、そっからがね、マジで面白い。だって基本的に、なんだろう、いや、わかるよ、面白いのはわかる、面白い、だってゼノブレードだもん、まあ、そうなんだけどなんかね、前作以上にこう各章のね、終わり際の怒涛の展開がね、濃度が高い、いいなんかアニメっぽい脚本してるなって感じの、まあ、絵柄アニメだし、そう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 、まあね、いいよ。とりあえず1章の最後までやると、あ、これも続けてやらんといかんやつだって絶対なるから、まあ、クリスマスなんでサンタさんにお願いしましょう。まあ、確かにそうっすね、みんなゼノブレードください、ゼノブレードください、ゼノブレードの前にスイッチくださいの人もいる。確かにスイッチも結構売ってるけどね。さあ、というわけで1戦目はブラッド町か、俺はどっちが選んだのかな。まあ、シルクなのかな、どっちもどっち、まあ、どっちもどっちっすね、まあ、結局多分結論スマ村と村町どっちになるかって感じだから、対戦に行くわ。うまいっすね、そう、米シルク、なんだろう、つかみがうまい、そう、つかみの通し方が本当にうまい。なんかね、ダッシュを読んだつかみっていうのかな、そうですね、そういうのがね、なんかシュートンに教えられたらしいんですよ。あ、そうなんだ、シュートンがなんかそういうつかみを教えたら、なんか強くなっちゃって、勝てなくなったんだけど、みたいなすごい言ってた気がするなんか俺の中でライトダックハントも、その、なんだろう、ダッシュをつかむっていうのがかなりうまい印象があって、それに通じる何かがあるんですよね。ただあっちはこう飛び道具を匂わせてダッシュガードなんですけど、こっちは別にそういうわけでもないのに、普通になんかダッシュを見てる、そう、なんか本当にもう純粋に勘で掴むって感じで、ライトさんの場合は割とこう理論立ててここでこうするからっていう感じなんでしょうけど、野生の勘っていうか、なんていうか、うまっ、これは、あー、反撃は取れない、モテイラむずいっすからね、あれザン、ザン、オメシルクが大好きなザン、ザン、まあ、ザン最強だって言ってるからな、ほんとに。いや、エッグ十何パーで17だったかな、17か18かぐらい、確か空中手の範囲アホっすかな、いったさあ、これはもうちょっとやばいぞ、ちょっとね、これ見えてくるな、シュッてやったら、シュッて終わる、そうっすね、冷静になって、あ、今のかなりうさんくさい連携、確かに狙おうとしてた感じ、しまってたら終わった、うわぁ事件、いや怖い今の、いやこれっすね、見てあそこで掴み置けるんだって感じ、このパーセントの種類まず全身狂気すぎる掴まれてもダメ、うわ怖い今のダッシュも、さらに回避を読んでましたね、さあ殿下の像、米種類といえばこの上 B か、エアスラッシュの置き方も非常にうまい、 BA がいい感じの釣りになりました、そうっすね、いや痛い、14パーザンザン、さあこれ一発一発が重い、あんまりね、なんか付き合いたくないんですよね、そうですね、こういう強い時、強いモナドの時、そうそうそう、ザンと盾は基本的にやっぱなるべく読み合いしないでローリスクに行きたいところだけど、さあうまいなんで反応できるわけねえだろさあちょっとケンソニック攻め方が若干やっぱり攻めあぐれてる感があるかな、どうやっていこうっていう、いろいろ試しながら感が、ただねソニックはね撃墜がね結構難しいんで、そうっすね、復帰で倒せないとちょっときついです、
ああうまい、うまい。確認してクリア。そうですね。出た。とりあえずバックスラッシュ。いやマジでやばい。なんで。さすが世界一知る。さあ立ってかザン。もうちょいダメージがあれば一気で倒せると。あと20%か 30% あればもういつでもいけますよ。ザン使うとね足遅くなって自分もダメージ食らうんで。そうですね。ああ盛り上がったか？危ない。まだ大丈夫。さあちょっと盛り返してきたケンソニック。さっきよりもだいぶ立ち回りが硬くなってきた印象があるけど、やっぱ付き合わない方向で行くようにしたのかな。あんまりさっきよりも読み合いの回数が減ったように、うん、やっぱねソニックもねクエルの対処難しいと思うんですよ、ね、そうですね。シルクのクエル置き技としては最強です。最強ですからね。うわーうまい。おおいい暴れ。うわー怖い。あーどん分からんぞ。いやー分からんぞ。さあこれ見えてきてる。ザンじゃない。激。お前は帰れ。うわーなんだその強欲今のダッシュ。ちょっとうわー怖い。両方捕まえても怪しいんじゃないですか。あーうまい。あーうまい。さあ反撃完璧。すげーな。あそこでリレオンチの最大反撃叩き出すのはさすがケン。あの場所でねきっちり横つまで取れるのは強いですね。そうやばいっす。常人だったら掴み。そう。ダッシュってなっちゃうから。そういう意味では本当意識配分が相当できてないとできないゲートだから、さすがそこはやっぱ最上位勢ならではの意識配分。開幕つかみ、あーうまいうまいうまいですけど、やっぱちょっとこうあれなんだよな、こういう系のつかみからのコンボのダメージに若干乏しいのがシルクのちょっと弱いところかなっていうのが。3がねあれなんですよね、走るがねあんまり強い。まあ確かに走るね、ダメージ下がっちゃうから。そうっすね。いやこれ一発でいいんだもん。確かに別にちょこざいなことしなくても別にもう一発一引けば OK。 あとショーはねかなり強い。強いっすねショーも。走るが多分一番弱いんじゃないかな。うまい。守るはいらない。俺は攻める。ザン。いやうわうまい。はい。あそこ難しいですね。早出しウェビーするかどうかみたいな。そうっすね。いやでもあそこは判断に悩むとこだから、まあしょうがない。読み合いに負けたっていうしかないかな。さあこれダッシュ決めてどうする？超選択。いややっぱり激まあですよね。うわあ悪くないが、いやうまい。ダウンの読みは完璧。クエル飛びすぎやん。ああなるほどなるほど。まあ悪くない。欲張りセット。えなんだ。うわあこれ欲張った。動く読みだったか。ケンさんもダッシュだけは倒産ぞみたいな感じのガードでした。ダッシュ。いやちょっと惜しい。これかすったらあれ。そうっすね。いや似てるな。ちゃんとガードしてる。さあここっすね。うまい。さあきつい展開が来てる。そうっすね。ちょっとこれは小梅さん苦しいか。あーうわー出たー。ずっと見てる。いやあの読みはほんと強い。崖際の楽勝だぜ。シルクのちょっと弱い点として暴れるタクが少ないっていうのがありますよね。そうなんですね。空中の状況で食らった後に暴れるっていう、ね、選択が結構取りづらいんです。そうですね。切り返しというか、まあ本当に暴れタクが少ないっていうのは回避するぐらいしかやっぱやることがないのはちょっときついかな。これが王者の風格貫禄のベス